おはようございます、おぎそです。今日はですね、配信者ポコちゃんというのの配信者の、アキアンさんがモデルをしてくれるということで、今日は取材にやってまいりました。アキアンさんですね、よろしくお願いします。すいません、で撮影してる風景とかもあんまりこう、YouTube とかで流してないので、皆さんの参考になればと思いますし、よかったらですね、アキアンさんポコちゃんぜひですね、アキアンで調べたら出てくるんです。はい、出てきます。ぜひぜひ。なんと5人のお母さん、5人のお母さん、はい、すごい。でこういう感じで撮影しますということで、はい、はい、あ、いいですね、いいですね。目はね、ちょっと上の方見て、あ、いいですね。で徐々にこう撮っていくと、多分緊張がほぐれてくると思う。ものすごい緊張してあるみたいなんで、緊張もほぐれてくると思うので、で、だいたい3枚パシャ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 って言いますので、ピピピピパシャパシャパシャって言うの で3枚ずつ取る感じ。ちょっと上見て、それがちょっと口元楽に、閉じる感じじゃなくて笑わないで、そうそうそう、もうちょっと口開けるぐらいでいいです。で 笑わない方がいい、笑わない、多分ね、だいたい笑うんですよ。で 笑うと笑わん方がいいです。顔がめちゃくちゃ緊張してる。ちょっとそのままちょっと顎引いて、そうそうそう、で口をもう本当に普通にこう、そうそうそう、でちょっと開けるぐらいでいいです。ちょっとアホみたいなぐらいの方が多分、はい、うん、じゃあ目ん玉だけこっち向いてもらって、口元が硬いな。難しいですか。普通にこう普通に、あ、いいですね。あ、良くなってきました。なんか言われるというか笑う。大丈夫、はい、はいはい、あ、いいですね。顔もうちょっとこっち向けれます。あ、いいですね。で基本的にこう背筋をグッと伸ばすぐらいの感じで、さあ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 、口閉じようとするんですよね。で笑わないでできたらこうちょっと優しくむず難しい？めっちゃ難しい。あ、いいですね。あ、いいですね。すごくよく。ここがどうしても上がってるんですよね。そうそうそう、こう上がるね。ずーっとずーっと、そうそうそう。多分そうそう、子供を怒る時の顔ぐらいの厳しい顔で。で目ん玉だけこっち向いて。あ、良くなってきました。メンタバもうちょっとこっち。笑っちゃうんだよね。で、ここの木を手で、うん、持っかんで、うん、そうそうそう、そうそう、手で、うん、持っちゃって、そうそうそう、片手でいい、それで、よし。次ちょっともうちょっと移動しましょうか。アジサイとかないよね。アジサイぐらいあったらと思ったんだよね。配信どうですか。大変ですか。大変ですか。大変だって。ですよね。それ大変よね。あんな深夜やって大丈夫と思うよ。すごい精神力の持ち主です。すごい体力。起きてあれするんでしょ。子供。ね。うん、ちょっともたれながら、あ、いいですね。あ、顔分かってきた、分かってきた。あ、いいですね。すっごい。目ん玉もうちょっとこじ向けて。よさ。目ん玉だけカメラ。僕の手をこっちの、そうそう、こことこちらに向けて、うん、そうそうそう、あ、いいです、ちょっと口開ける、
さあ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 、ちょっと肌出る。それぐらい、それぐらい。手をね、逆の手をこっちが。さあ。で、目玉こっち。さあ。そうそうそう。体ごと向こうに一回。さあさあさあ。さあ。手で押さえて。さあさあ。はい、いいですね。目こっち向けて、はい。あ、いいと思いますよ。もうね、十分なんですけど。はい。という感じで、こんな感じで、ですね、人物の撮影とかをして、これを作品にしていきます。じゃあ、作品を描いていく編、どうぞ。それでは解説をしていこうと思います。よろしくお願いいたします。大きい筆でですね、まず顔の下地を塗っていきました。顔の下地。ここの色結構こう、見せ場やと思いますので、よかったらこれ、しっかり見てください。まず水だけで、顔のね、目と口の部分だけはこう、塗らずに。で、頭の上から光が来てますので、こう、そこのところは、ハイライトとして、残しておいて、あと顔全部が一応薄い影の中に入っているという、ねえ、すごいですよね。そしてちょっと赤みを、入れましたよね。赤みを入れました。ちょん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 と。この影の部分ですね。で、髪の毛の影など落ちている部分とか、鼻のここのとことかをちょんちょんちょんと。でもどうしてもぼわっとなりますけどね。で、ちょっと薄くこう黄色みがかって、まあ筆にたまたま黄色がついていたんで、それもあるんですけども、まあほぼ水で、で、ちょっとこう黄色みがかっている色を、今イエローかみたいな色かな、塗っていって、で、目ん玉の中っていうところは、まぶたのこう、とか、ここのところまで塗ってます。ほんと目ん玉のところだけは塗り残していって、あと唇ね。ということでね、5人のお母さんというね、すごいもう、こういう人をね、もうどんどんこう世の中がもう褒めてあげてね、日本のね、これからの未来のためにもお母さんは頑張って、でもこの配信というので、頑張ってらっしゃって、もうチラチラと僕も見たことあるんですけども、目のギリギリのとこ。これは、あれですね、筆はラフィーニの8号。あ、鼻のね、これ光っとるとこあるでしょ。ここのところ光っとるとこあるでしょ。ここのところ塗り残しながら、ですね。この辺がこう慎重に慎重に。で、配信のそういうのでね、やっぱ5人も育てていたらなかなか、こう外に例えば仕事に出るにしても、ね、もし子供のうち1人が風邪ひいたとかなったらすぐ仕事もね、途中で切り上げてとかっていうことで自宅でこうできる配信の、ちょいちょい見てるんですけど面白いですよ。ひたすら、おしゃべりするということで、ね、私もなんか名前呼ばれて恥ずかしかったりするんですけど、よかったら皆さんちょっと新しいメディアですね、覗いてみられたら面白いんじゃないかなと。 YouTube というものだけじゃなくてね、 TikTok とかもあるでしょ。おじちゃんも TikTok やってみたいですけど、40何人ですよ登録者ね。はい、ありがとうございます。インスタライブとかいろんなね、そういう配信、それで背景を今塗っていってます。まあ、ちょっと髪の毛とかまだ乾いてない段階なんですけどね、もうギリギリのところ。背景はこう後ろ桜です。だからなんかこう、この方も基本家、ご自宅でそういった配信とかをして。でもまあ登録者的なのも1000人以上いて。で、まあ、九州お住まいということで、福岡まで言っていいんかな？福岡のお住まいということなんですけども。
まあ、そこの、まあ、あのマネージメント的なことをしている人が僕たまたま知り合いやったんですよ。で、まあ、昔から知ってる人でこんなこともやってますって僕あの今ちょっと応援しているライバーさんなんでよかったらどうですかっていうことで私もねそんな5人のお母さんでほんまにこうあの美人さんですごく性格も良くて明るくてねなんかあのすごい初めあこれドライヤーで一回ここで乾かしました。これいわゆるファーストウォッシュという段階ですけど、まあ、自分自身もこうやってモデルみたいなことするの初めてやからちょっとめちゃくちゃ緊張してありましためちゃくちゃ緊張しましたよね。で、完全に一回乾いてから目の中は全部白目なんですけどちょっとこのターコイズ系みたいな色とウルトラマリン系みたいなとかとあとちょっと暗い色は茶色みたいなバーントシェンナみたいなバーントシェンナみたいな色を置いていってます。ちょっとこう眼球を意識してだからこれはどちらから光が来ているというわけじゃなく全体がこう影の中になっていると。でこれぐらいこう思い切って、目の中に、影とか光のところを塗り残しました。わかりますかね。だから肌のこの色の土台はすごい僕綺麗にいきました。ちょっとこうねあのクリムゾン冷気系もあるんですけど少しねこうキナクリドン系なんて言ってんかなピンク系も入れてるんですよ。ホルベインさんやったらオペラ、草壁さんやったら何だったかな、ペリンなんとかレッドやったかな、ピンクやったかな、なんかそういう色です。でこの紅もね、まあ、この、肩の、あれでは、ギャルママみたいな感じで書いてあって、あった感じ全然そんなギャルっぽい、ギャル、髪の毛とかね、もちろんこう、ギャルっぽい感じですけども、そんな感じじゃなくて、すごく腰が低くて、お土産までね、もうそんな気つかんでるのにね、もうお土産までわざわざ、そんなね、うん、っていうことで、ちょっと紅の色もね、なんか、こうピンク色に近いような色にしようと、髪の毛の色とかもね、どちらかちょっと明るいね、いいですよね。配信とか見ててもたまに子供がちょろちょろ出てくるというか抱っこしながらやってたりとかね。でもまあ本当にこう自宅でやれる仕事ということでそれで応援する人がいてね、なんか仕事としてそのね見る人はね、そういうこうまあ言うたら一人でラジオ番組みたいなやってる感じかもしれませんしね。でそういうのがこう仕事として成り立つ、個人でも仕事としてこう成り立つような時代になってきたなっていうので、まあ私も今完全に個人で一人でチビを今幼稚園に送っていてね、録画をしているんですけども、そういうあここの辺の色うまいこと言ってますよ。首の下のこう影の色ちょっとねどの辺の色を入れてるかって分かりにくいかもしれんけど、コバルト、コンポーズブルーみたいなのもちょんと刺すことによってね、いい感じの色になったんちゃうかなと。で2層目で、ちょっと要は目の中の目のこうか影の中にちょっと暗い色みたいなのをちょっとちょいちょいパレットを見せていってんのはこの辺りの色使ってんちゃうかなっていうのが分かるようにですね、皆さんにお見せしていっております。まあこの影の色を、まあ、サムネイルどういう風にするかね。でもすごく絵はモデルさんが非常に良いので、まあこんなん言うとあれですけど、やっぱ九州ってねえらい美人な人がちょこちょこっといますもんね。変な話、特に福岡界隈とかは古く言えば皆さん世代で言うと松田聖子さんとかね、あと誰がいますか浜崎あゆみさんも福岡でしょ。最近やったら今田美桜さん、あの人ですよね、環奈さん、橋本環奈さんとか。でこの方もね普通になんかなかなか私がいた大阪関西圏の真ん中あたりでなかなかいないぐらいの目鼻立ちのしっかり された方やな関西圏の人に怒られそうやなごめんなさいね。やっぱ福岡そういうのなんかねこうぜひぜひなんかねこういう人がなんか5人のお母さんの日常みたいなとかねテレビ番組とかやったら面白いやろうなと思ったりね、こういう人にこう国の行政やら何やらが話を聞きに行くっていうことが僕は大事なんちゃうか、何の話しとんねんって感じかもしれませんけど、でちょっと目を描いていっております。もっとギャルやったらバシッとこうまつげとかするかと思ったらやっぱもう普通にこうナチュラルメイクでも十分美人な方やったなというふうに思いますね。もうほんと初め硬かったですよ。ずーっとこんな感じやつ。とね。ちょっと口元でずーっと言い続けて、約、まあ、10分、15分くらいしたら少しですね、
まあ、あのカメラ撮ってるのはそのマネージメントをしてはる方なんでブレブレでしょ。あれ突然はい撮ってって言ったんですよ。だからこんなブレブレになったんですよね。で僕自身はいつもあんな感じでちょっとずつ和ますようになんかカメラマンみたいな仕事もしてますけどね。まあこういう、まあ、これはあの肖像画というわけじゃないけども肖像画的な仕事とかもしてますから、まあ気軽にどんなもんなんですかってあの気軽にちょっとメールでもいただければ、あの肖像画とかも今までもね書いてきてますので、と思いますね。でこう目のとこ集中的にぐーっと描いていってます。これ名村さんのこの筆よかった、めちゃくちゃ描きやすかった。なんちゅう筆かな、油彩用の筆なんですかね。こうめちゃくちゃ描きやすかった、この筆も描きやすくて、これは瞑想系では非常に、まあ油絵ですごい使ってて何枚描いたかな、何枚か描いてようやく若干先端がちょっと弱ってきたなって感じしたんですけど、なんか僕の中では久しぶりにヒットやなと思っております。これもインターネットで買った記憶あります。そして歯とかもですね描いていってます。まだこう顔の立体感的な部分というのはそんなに捉えずに、じゃあもうある程度土台の上にほんの少しだけこう暗いところとかねこうピュッピュッと置いて、でそこから目とかをガッて一回描いてみて、でそこからですねもう少しこう立体的な部分とかを捉えていくというような今度今回描き方をいたしましたね。え一番上はいくついったかな、7歳か8歳って言ったかな、まだ27やから10代の頃に産んではるんでしょ。だからねこう青春時代にやっぱずっとこう子育てとあれをし、いわゆる世の中でいうねあの20代とかっていうのはほぼ子育てでしょうけど、まあねもうちょっとして落ち着いてきたら本当またお母ちゃんを助けてくれるようなね感じになっていきはるかな、どうかな、まだまだ子供作るかもしれませんし、ね、分かりませんけどね。結構でも体育会系な感じがすごい細身な華奢な方だったですけどね、感じがしてというかあのすごくこう礼儀正しい、方やなっていうふうに思いました。配信も面白いですよ、ね、若干漢字が読めないということで僕もすごいシンパシーを感じましたんでねでこの辺っていうのは少しこう陰影とかをつけながらもうほんとこう、自然の中でね写真とか撮ったりするとこんな感じになりますよということでね、えらい喜んでくれはりましたね。髪の毛とかも少し細いのを入れながら、二重まぶた、まあ、いくつかこの方アキアンさんをモデルにした作品もこれから出てくるかなというふうに思います。本当5人のお母さんですもんね。20何ぼっちゅったかな、分からない、そういう非公表なのかな、分からないんであんま言わん方がええかな、ごめんなさいね、はっきり覚えてませんけど5人のお母さんやってますっていうのでいつも言ってますんでね。ね、で歯とかも描いてちょっとこう眼球のこういうのを描いていきましたね。皆さんどうですか。でこっから結構細かい描写とかをお見せしていこうと思います。かなりカメラの、かなり接眼して撮影をしていきました。まあこうやってこう透明水彩にね描いていく、あちょっと右上の方に斜めアングルからのも映っております。ちょっとこれ編集のミスなんですけど、はいすみません、この辺の陰影を少しこうつけながら進めていきました。本当にね少子化対策とかなんとか対策とか言うんやったら絶対こういう人たちの話をいろいろ聞いたりとかね発信をしていったりして、それは大変なこともあるし楽しいこともあるし、こういうこと困ってることもあればこういうこともあるしといつも思うんですけどね、もうこういう人がこうどんどんこう影響力じゃないけども皆さんの身近に感じられるようになってきたりとかするとねいいですよね。こうで、ここ影の立体を出すために少し薄い層絵の具をかけていってます。でやっぱりこう塗ってその一手に対してこうちょっとぼかそう思ったらその瞬間瞬間にやっていかないと、透明水彩はやっぱりこう後でやろうと思ったら乾いてくるんでエッジがバッと強く出るので、一手置いたらその責任をしっかり取るということを瞬時瞬時に判断されてやっていってほしいなと思います。そういうのすごく大事なことです。瞬時瞬時にやっていくね、この辺も薄く塗りながらもう顔のでもこう土台ですね。顔のところは、ハイライトっていうのは鼻とかね目の中とか口の中に塗り残ったとこだけが本当にこう髪の白さです。あとは肌のところも薄く色が塗られている状態ですよね。
ということです。じゃあここからね、細かい、そしてこの顎のラインとかもピタッと割ってるのは少し輪郭を外側とこっち側とね、色をこうぶつけることによってこう輪郭を弱くしているっていうこととかをしていっております。で、ほっぺたのところもうちょっとこう立体感を出していくような作業を少ししていっておりますね。え、ほんとね。でこの辺というのは髪の毛の外側からこう暗い色描いて髪の毛の明るさを出してあげるとか、いうこと。結構ね、あとは首っていうのを皆さんこうなかなかこううまくいかない人多いなっていうのをよく見てますので、首っていうのはどういう風についているかなとかね、こういうこう筋肉がこうあってとかねそういうのをね自分で触ってみはったりと思います。ズドーンとこうまっすぐ円柱がドーンと立ってるような人います。ドーンとね、でなくてこうどうなってこうなってどうなってこうなってこのどぼとけこうあってとかっていうのとかを自分でここのこうね、うっとくりしたらここになんか出てくるでしょ、こういう線が出てくるうっとくしたらこうなってくるでしょ、でそういうのとかを自分でやっぱりこう触ってみたり、それがこうね鎖骨があって肩のどうなっていってんのかなとかっていうこととかをですね、で髪の毛をこうやっぱね髪の毛これだけ明るい色とかも面白いですね。ね、私たちの頃はねもう本当にもう僕もなんかこのぐらいの色にしたことありますけども、この年になるとね、あのね、あれですか、若いうちしかできない、羨ましいなと思います。で、こう、ハイライトっていうのがピッと当たってて、どちらかというと上ぐらいからちょっと後ろ逆光気味に入ってるんですけど、モデルさん自身が非常に色白な方なので、その反射光とかがある程度明るくこう、見えていると。あとでこう激落ちくんでこのエッジみたいなのがギュッとなってるのを少し激落ちくんに綺麗な水をつけてチュ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 ッとしてタンタンタンとすると少しこうね柔らかくなりますという感じですね。チュ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 ッと書いていっております。でこんな感じで、細かい明るさを書いてて、最後の方はもう本当見えるか見えんかぐらいのハッチングとかをしていくんですけど、やっぱり僕の場合は全体で進めていく、よりまた目とかのまつげとかを書いていこうということでですね、まつげとか書いていこうってチュ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 と書いていったりですねしていってます。まあ、途中段階でもある程度全体 でそこからこう、ね、あの全体に進めていくという描き方はもうどんな絵でも変わりません。どんな絵でも変わる。ただ土台の作り方、今日のは本当にこう顔のまた巻き戻ってね、ああこういう色でやってはるんやなっていうのとか、巻き戻ってね、まじまじと皆さんこの辺の色使ってるなとかね、こことここで、あ、実は分離色とか使ってんなとかね、難しいでしょ。ね、難しいと思いますよ。で、鼻のなんか穴とかも皆さん真っ黒のが黒い豆がブーンってなる人いますけどね。こうなって、これがこれっていくわけですよ。わかります?黒いなんかもう豆が鼻にドンってなってる人結構いますけど、上の方はこう暗くこうラットですけど、ここは我々で、ね、わかりますかね。結構それ鼻の穴黒豆事件っていうのはよく起きてます。新しい病気ですね。鼻の穴黒豆事件。黒いのビュンと浮いて、あの目ん玉とかにも黒ダンと浮いちゃうような。もちろん黒く見えるかもしれないですけど、黒を浮いてしまったらやっぱりそこが穴に見えるっていうか、やっぱりこう黒じゃないよって書いてあげた方が絵的にもええと思いません?わかる?わかります。ね。っていう感じで、目とかまた描いたりとか、行ったり来たり行ったり来たりしながら、唇とかもうちょっとこう上唇ね、小藤さんなんか見ててもほら薄い唇やけど、こっちは暗いでしょ、普通に考えたらこっちは明るいでしょね、わかりますね。でこうやっぱり上からの光の場合っていうのはだいたいこっちが暗くなって、こっちが明るくなるでしょっていうのとかを、やっぱ同じ色ピタッと塗ってしまう人、もうたらこが乗ってるみたいな人って結構いますよね。ひどいね。ひどいですね。たらこたらこと言わないでってね。たらこたらこたらこ明太子ふくさやの明太子がべふくさやの明太子ってじゃなくて、こうね一個一個にちゃんとこういい絵がこうちょっとこういう面でこういう面ですよとかっていうこととかですね。でこの辺はちょっとこうハッチングというので、少しグラデーション、柔らかいグラデーションをかけていっております。で花なんかもこう置いてみて、さあこれがどれぐらいかなと、赤みがかったらこれをどのぐらいかな、濃すぎるかな薄すぎるかなというチェックをしながらちま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 描いていきました。まあ、だからこのなんていうかね、少しずつ初めの土台に対してそんなにこう大崩れしないように丁寧に丁寧に描いていく。人物難しいですよ皆さんね。
どうですか、やっぱり難しいと思います、皆さんにとっても。それ唇なんかもこのなんかピンク系のね、いいですよね、こうなんかあんま日頃使わないの色とかですね。この上の、ま、がこの俺が影が落ちてこられたらとかね、わかります、分かるだってね。やっぱりこうそういうところとかこの辺とかもね、描きすぎるとね、なんとか線とかいうやつね、こうなんとか線とか描きすぎるとちょっと外に、だからすごい慎重にやってるんですよ。めちゃくちゃ慎重にやってるということを皆さんこう理解してほしいんですね。この辺とかもすごく慎重にちょっとずつ複雑にして、密度が上がっていってるかなと思います。解像度というのかな、上がっていくような仕事になっているかなと思います。まあなかなかね、こうやってこう本当にこう、まあ取材させてもらえるような機会とかがね、あったりすると、あんな感じで撮影、どんな人でもあんな感じです。僕はあんな感じで撮ってます。なんとかなくごまそうとします。顔がとにかく初め硬い。結構でもまあここのあのアキアンさんに関しては僕は本人にも言うたんですけど、あんまりこう多分ね、やっぱ子育てとか忙しすぎるのか、あんまり鏡とか、もちろんね、女性やから見るんですけど、もう自分の顔をパッと作るのが上手な人っているんですよ、世の中。この方はそんなに上手じゃないから、そこまで美人さんやけど、そんなにこう、自分にあんま自信、ナルシスト的な感じの人って、ぴょっと顔作れるんですけど、この方はね、多分そんなナルシスト的じゃないなってすぐわかるんですよ、こっちは。ぴょっと作れる人いて、で、この角度が好きですとかね、そういうのも一切言わなかったですもん。いやー、私わからないですっていう感じだったけど、大体ね、口が角度のこの角度のねとか、女性は結構多くて面白いんですよ。面白いですよ。ギュッと作れて、すげー女優やなみたいな人もいれば、秋山さんの場合はすっごい緊張して、あ、そういうところに性格も出てるなって、両方素晴らしいんですよ。パッと作れる人も素晴らしいし、そういうのに慣れてないっていうのがもう、まじまじと出てくる感じも素晴らしいなっていう感じがいたします。ということで、背景の子桜ね、まあなんか季節的にはちょっと初夏の、時期、6月にとって、僕はもうまあそのをマネジメントされてる方とちょっとこう話とかしてる間は近くをクワガタ探しとかしてたんですけどね。はい、なんかね、こんな感じでどうでしょうか。背景も描いていきました。まあこういう感じで、密度を上げながら、髪の毛も難しかったですね。こう、やっぱ金髪やから肌の色と馴染んでるから、なかなかここが僕の中では最大級に難しかったとこかなと、今までのないぐらいですね。っていう感じで描いていきました。本当に素敵なモデルさんをしてください。まあ、いくつかこれから油やら何やら、ちょっと出していこうと思うんですけど、またね、別の服装、今回白やけど、こう暗い色、もともと色白なかったから、暗い服とか着たらもっと色白感が出てくるかもしらんし、季節的にももっとなんか、秋口のなんかこうね、紅葉とかが綺麗な時とかやったらどういう風になるかなとか、また違ってくるかもしれませんし、隣県の福岡なので、まあ、そんなにね、僕も遠くないから、また機会あったら、ね、お願いできればなという風に、思うんですけども、という感じで髪の毛を描いていけばいいでしょう、いいでしょう。どうですか、まさか5人のお母さんなんて全然見えないですね。おい、見てますか、総理大臣、こういう方をぜひね、総理大臣とか言うと思うけどね、少子化とか言うてる議員さん、ぜひこういう方にね、お話聞かれたらなぁ、なんて思ったりとかします。ご視聴ありがとうございましたら、よかったら、この動画よかったということは、チャンネル登録、あとは、アキアンさん、ぜひですね、ポコチャ、インストールして、フォローしてあげていただければ、ご本人も非常に喜ぶと思いますので、よかったらフォローしてあげたりしてください。よかったという方は、ぜひコメントやら、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではまた。チャンネル登録よろしくお願いします。